没入型 VR デバイスバーチャルライフ。この世界では皆オリジナルのアバターを使い第二の人生を歩んでいる。アイドルになるという夢を諦めた橋本京子もその一人だった。劇団4ドル50セント7周年記念イベント、追憶のガラス。